こんにちは。今日はですね、8月26日ですね、夏も終わりに差し掛かってきたんですけども、春からお花を植えて暑い夏がずっと続きました。今も続いています。そんな中で元気に夏を越して、今でもすごく調子よく咲いているお花が、たくさんあります。そんな中で最強のこう夏に強いお花っていうのを今こう紹介したいと思います。このお花を育てれば夏は怖くないよっていう意味で、ちょっとだけ参考になるんじゃないかなと思います。何しろ お花はみんな綺麗。はい、ということで行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで世の中はスーパー猛暑なんですけども、昨日の動画でも紹介しましたね、一株から増やしたポーチュラカです。このポーチュラカは夏の暑さにも強いし日照りにも強いですね。で、逆に言うとこう梅雨時期のジメジメとかにはちょっと弱かったりするんですけども、まあそれにしてもこれ一株から挿し芽で増やしましたっていうのがまずポーチュラカ。ここ歩く場所なんですけど踏みますよ普通に。はい、っていうのがこれですね。で、元からどこに植えたか、最初の一株の植えた場所はおそらくというか この辺なんですよ。この辺に一株植えました。で、僕がねちぎっては植えってことをやりながら、こっちの方までこっちまですごいですよ。で、アナベルロードにもあるので、まあ、本当に強いですね。なんか植えてよかったなって思いました。すごく。買った時は華奢でしたよ。確か4月の下旬か5月の上旬に見つけて、その時はね華奢でした。なんですが、一度スイッチが入ってしまったらまあすごい。はい、っていうのがこのポーチュラカですね。で、ポーチュラカにもいろいろ色があって、僕何色も育てたことがあるんですね、たくさん。で、白が弱いです。ピンクもちょっと弱かった気がします。で、黄色と赤が生育旺盛で強かった気がしますね。はい、で、黄色はご覧の通りめちゃくちゃ強いと。で、黄色はちょっとおかしいんですけども、噛むんですけどね、黄色の絨毯を作ったのは僕初めてじゃないかな。で、たった一株ワンシーズンでこれだけたくさん咲かせることができるっていうのはやっぱりポーチュラカの強さ、そして挿し芽が簡単なんですよ。で、まあ、どうするかっていうことなんですが、これね本当に簡単で、まあ、ハサミを使った方がいいかもしれないんですが、切るんですよ。2つ3つ切って、で、ここちょっと今雑にやりますけども、こうやってやってちょっと水かけとくんですよ。で、一旦しなーっとなりますけども、これだけで簡単につくんですね。1週間経たないぐらいでもう根っこ出るので、まあ、そうやって簡単に増やせるっていうのが一つすごいポイントかなと思います。すごいね、いや本当に綺麗。はい、ということでまず1種類目ですね、1品種目がポーチュラカになります。さあ続いていってみましょうか。黄色つながりなんですけども、こちらは PW さんのヘリオプシスになりますね。これはね、まあめちゃくちゃいいですね。小さいひまわりっていう印象の宿根草になります。で、一度ねお花高く咲いたんですよ。高く咲くんですね、初夏にね。で、一旦切り戻してまた返り咲いてくれたっていう感じで、冬になると地上部分がなくなってしまうんですよ。で、あれ？これ枯れちゃったかなって思うんですけども、春先ぐらいからだんだん成長してきて、暑さにめちゃくちゃ強いし、暑さが好きなので、この夏に向けて一斉に大きくなって一斉にお花を咲かせてくれるっていう、これ本当にいいお花ですね。はい、で、一度咲いて繰り返し咲いてくれるっていうところもポイントかななんて思います。はい、PW さんのヘリオプシスサマーパレットですね。
これね、本当にいいと思います。強いです。放置です。続いてはエキナセア。続いてはカットしないんですけどもエキナセアですね。エキナセアはやっぱりね、夏の暑さに強い、本当に強い。でこれも返り咲いてくれますね。一度初夏にお花をあげてくれるんですね。でその後花柄をちょっと株元付近で切り戻します。そうするとまた脇芽を出して、咲いてくれるんですが、株元がどこだか分かりませんね。はい、これが何でしたっけ、エキナセアね。エキナセアとルドベキアがごっちゃになっちゃうんですけども、こちらがエキナセアになります。でルドベキアよりも長寿ですね、寿命が長い宿根草になるので、どうしてもねルドベキアが1年とか2年で枯れてしまうっていう方はエキナセアの方が長持ちします。でこちらは色違いですね。ちょっと品種名がわからないのですけども、まあ、とにかく夏の暑さに強いで冬の寒さにも強いです。寒い地域だと地上部分なくなっちゃいますけどね、枯れてね。ただまた初夏、春から初夏にかけてどん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 成長してくれて夏にお花を咲かせてくれるっていう意味ではすごくいいお花だと思います。この暑いのに、まあ、お花が咲いていて、まあ、さらにですよ、つぼみがもうどん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 上がってるんですよね。いいね。はい、こういったお花を選ぶとこう夏のメンテナンスもそんなに必要ないですし、暑さで枯れてしまうリスクもすごく低いん で乾燥にも強いので、はい、こういうお花を選んでみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。さてアナベルロードにやってきました。強い日差しでほら、まあ、ぐったりしてしまうお花もありますね。ねえ、これぐったりしてる、これなんでしたっけわかんない。でシマトネリコの新芽も暑さでちょっとクターってなってたりするんですよ。まあ、それだけの猛暑っていうことですよね。でそんな中でちょっと続きを見てみましょう。だんだん見えてくるこのピンクのお花ですね。 PW さんの品種はやっぱりこう強いですね。強い品種が本当に多い。こちらはゴンフレナのラブラブラブっていう品種です。一株でアナベルロードに植えてます。でアナベルロードはまだまだ土作りができてないんですよ。だから決していい土とは言えないんですけども、そんな中綺麗に可愛いお花をたくさんつけてくれるのがこのゴンフレナですね。で可愛い小花でこの黄色ですね、中心部分に黄色も入っているのですごく可愛らしいんですよ。これがまた本当に強いですよ。で花つきもいいですね。で一般的には千日紅って呼ばれているものなんですけども、その千日紅を品種改良されたものですね。はい、色といい、生育旺盛さといい、めちゃくちゃいいと思います。はい、改めてこれね PW さんの凄さをこう感じることができたかななんて思います。育ててる方多いですけども、すごく皆さんね喜んでますよはおかしいんですけども、いいよっていうインスタとかの投稿をすごく見かけますので、ぜひこれ見かけたらね来年でもいいので育ててみるといいですよ。で体感性多分0度ぐらいなので冬越しはまあ期待しなくてもいいんですけども、うまくいくと冬越しもするみたいです。まだね全体的にアナベルロードが出来上がってないので、見かけ上ね、まあ、ちょっと背景が悪いかなと思うんですけども、すごく元気に咲いてます。こちらは背景がいいですね。はい、先ほどのポーチュラカの場所なんですけども、ちょっと日陰なんで樹勢が弱い、若干枝が細くて華奢なんですけども、
なんか木漏れ日の場所でもすごく綺麗に咲いてくれていますよね。はい、本当にもう直射日光ガンガン当たって大丈夫なのですごくいいかなと思います。これピンクでお花可愛いのでワンポイントとしても全然ありだと思います。はい、ということでゴンフレナラブラブラブでした。さあ続いてはこちらに行ってみましょう。インスタに一度載せたんですけども、これ16リットルお水が入るという底面給水の植木鉢で寄せ植えしてみました。でここに植えてあるのがペンタスですね。これももう最強夏花ですね。ペンタス強いですよ。でいろんな色がありますし、いろんな種類があります。で秋遅くまで結構咲き続けてくれるので、初夏から10月ぐらいまでは多分余裕で綺麗に咲いてくれると思いますね。ちょっとこれ寄せ植えなので一株のこう良さというか、そういったものはちょっとお見せできないんですが、本当にいいお花ですよ。はい、来年はちょっとお庭に植えてもいいし、もちろん鉢植えでも大丈夫です。寒さには弱いので冬越しはまあおそらく無理なんですけども、屋外で冬越しは無理ですけども、まあ一年草として楽しむにはすごくいいと思います。はい、こちらがペンタスね。超可愛いですよ。さあ続いてのお花はお隣にあります。これはジニアですね。小輪のジニアになります。でもうちょっとお花が大きいタイプもありますし、このジニアっていう品種お花も本当に夏の暑さに強いですね。夏を代表するお花の一つと言ってもいいと思います。はい、これだけの猛暑でも全然大丈夫ですし、もちろん一日中、逆に一日中直射日光が当たるぐらいの方が全然元気に育つかななんて思っちゃいます。はい、いいでしょこれで、先ほどもお伝えしたんですが、これ底面給水ですね。ここからね、半分から下が水なんですよ。水で今お水がどれくらい入ってるか分かりませんけども、このぐらいでしょうかね、分かんないですね。とにかくこう乾燥、土の表面が乾燥し始めたらとか、なんかまあまあ適当なタイミングで給水口からお水を与えれば水切れすることないんですね。1週間水やり不要なんて書いてあったので、ここからお水を与えてあげると永遠にこう水切れなんてほぼしませんので、これは僕底面給水めちゃくちゃ試してるので、来年も実験結果というかね、今年の成果を存分に皆さんにお伝えしたいと思います。これからの夏の園芸はちょっと考えなければいけないんですよ。今までの常識がこう通用するような時代じゃなくなってきてます、確実に。で昨日僕近所の方ともお話ししたんですけども、地植えも鉢植えも綺麗にやられてる方なんですけども、今年お花枯れたでしょうってちょっと話しかけられたんで、枯れますよねやっぱりって言って、で昨日僕が動画投稿したんですけども、お花が枯れてもう気分が落ちそうですって方もたくさんいましたし、おそらく園芸やめたいって思ってる方必ずいると思います。でまあ秋だけやってもいいけど夏の園芸はもう諦めたいって思ってる方もたくさんいると思いますね。はい、なんなら僕もちょっと夏の園芸つらいかなって思っちゃってるぐらいなので、まあ皆さんがそう考えるのも仕方がないし、暑さが尋常ではないんですよ。はい、ただですよ、工夫次第で夏の園芸も楽にやれる方法がありますし、僕が今いろんなこと考えてますね。底面給水だったり、夏の暑さに強いお花だったり、手のかからないお花だったり、なんかもうちょっと楽をしてね、園芸楽しめればいいかなっていう、提案を来年の春ぐらいからしたいと思ってます。はい、ちょっとそのために本当に今年いろいろ試しているので、それ言い訳なんですけども、まあ、そういった意味で動画更新もね、鉢を増やしすぎて動画更新追いつかなかったみたいな側面もあるんですけども、その分来年いろいろとお伝えできると思います。はい、やっちゃんねるから目が離せない、本当です。
カットしようかなと思ったんですけども、まあ、カットしなかったんです。今どうしようかね。すればいいじゃんね、カットね。やっちゃね、忖度なしなのでね、いいものはいいし悪いものは悪い、悪いものというか、まあ、好きなようにすればいいんじゃないですかっていうね。園芸は趣味なので楽しまないと意味がないんですね。で、育てるのが辛いとか、なんか水やりがもう奥になっちゃったとか、夏暑いから外に出たくないとかいう気持ち、すごくわかるんですよ。はい、なのでそういったものも全部僕考えてます。皆さんのお気持ちめちゃくちゃわかります。なぜなら皆さんのコメントを全部読んでるから。4年4ヶ月 YouTube をやり続けてますけども、皆さんのコメントを全部読んでます。自分でもめちゃくちゃ園芸がっつりやってます。だから皆さんの考えていることは僕も同じ思いなんですね。はい、というちょっと噛んだんですけどもね、そういう意味で、はい、任せてください。園芸やめないで待っててください。はい、次行きましょう。喋りすぎた。どうだ、日々草ですね。これすごくいいですよ。はい、ローメンテナンスですよね、とにかくね。で、切り戻す方もいるし切り戻さない方もいるし、で、僕の場合は切り戻してないんじゃないかな。買ってきてそのまま植えてあるだけなので、こう丸くこんもりではないんですけども、すごく綺麗に育ってますよね。で、花がら摘みいりません。下葉の処理もしてません。正直言ってもう放置です。放置、これからの時代はもうローメンテナンスかなと思ってます。で、なおかつこちらの植木鉢はこれね、前にもご紹介したんですけど、リッチェルさんの底面給水の植木鉢ですね。はい、なので上から水を与えてもいいし下から水を与えてもいいと僕は思ってます。で、液体肥料はその水がね、ここに溜まるので、液体肥料500倍でも大丈夫ですよ。ただちょっと薄めでいいかな。普段500倍で与えるんであれば1000倍程度の液体肥料を与えてあげる。そうするとしっかり肥料を吸います。で、1000倍に薄めた液体肥料が残ったものがこの受け皿に溜まりますよね。そうしたら、まあ、それはそれで、ね、その日のうちに大体晴れてれば吸ってくれますので、そういったやり方をしてあげれば、底面給水の植木鉢すごくおすすめです。で、これに関しても今年僕いっぱい試してるので、来年の春にはこの底面給水の良さというものをしっかりお伝えして植え付け動画なんかを撮れたらいいなと思ってます。いいでしょう。はい、もりもりだけが全てではありません。ね、放っておいてもこれだけ咲いてますからね、すごいよ。あ、いいこと考えたからちょっと待っててくださいね。このここでお写真撮ればいいんですね。ここでね、いい写真撮れるんじゃないですか。と角度調整、ほら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 、こうやって写真撮るんです。こうやって、わー綺麗、やだ、摘心してなくても全然綺麗。はい、っていうのがこれ日々草ですね。はい、めちゃくちゃ暑さにも強いし、ローメンテナンスですし、すごくいいと思います。で、サントリーさんから販売された、なんだっけな、サニープリンセスだっけな、ちょっと八重咲きの日々草もここに植えてあります。で、地植えでもいけますし鉢植えでもいけます。冬の寒さには弱いので、まあ一年草扱いですね。はい、ということでこちらが日々草です。あと1品種か2品種ご紹介したいと思います。さあ見てみましょう。こちらはね、本当に強いですね。 PW さんのフロックスなんですけども、オープニングアクトっていう品種かな。で、春先に1回咲くんですよ。で、切り戻して繰り返し咲いてくれるっていう感じですね。で、やっぱり真夏はお花が少ないんですけども、この元気さはすごいですよ。もう見てください、この緑した感じ、生き生きとした感じで。放置ですね、本当に放置です。肥料も与えませんし、一度か二度切り戻しをしただけですね。で、こちらが白です。で、もちろんこれ宿根草なので
冬の寒さ余裕です。でこちらがピンクで、夏の暑さも本当に耐えてくれます。でフロックスはうどんこ病になって困っている方が本当に多いんですけども、この品種に関しては僕が2年ぐらい育ててるかな、うどんこ病になったのは一度も見たことないですね。で何気にこれ多分こぼれ種なんですよ。これほらほらほら、可愛いでしょ。だからあの挿し木でも当然増えるし、こぼれ種もできるんですよ。ほらこれこぼれ種ですよ。ほらね、あんまりこう極端に増えることないんですけども、なんかね気づくとこぼれ種でちょっとぴょんぴょん生えてるみたいな。だからまあ種でできているものだから、この親とは性質が若干異なると思うんですね。種なんでね、挿し木だったらクローンができます。種の場合は親のこの性質をそのまんま受け継ぐわけではないので、例えばうどんこ病の耐性がちょっと落ちてしまったりとか、色が違ったりとか薄いとか、まあいろんなことがあるかもしれませんけども、まあ増える、強い、綺麗という意味でこれ紹介させていただきました。すごいいいですよ。じゃあこちらを最後にしようかしらですね。こちらは PW さんの新品種になります。でポーチュラカ、ポーチュラカに似てるな面白いね。ただねちょっと特徴があって面白いんですよ。これお花ね、ポーチュラカの黄色とすごくほら似てるんですけども、何でしたっけこれ、お花の名前はなんとかなんとかサニーチャープでしたね、タグがあるはずなんですが埋もれてしまったかな。あ、これだこれだ、カリロファスサニーチャープという品種なんですけども、これのいいところはポーチュラカって耐寒性がないですね、5度ぐらいしかないので冬越しは基本的にはできません。ただこの品種に関しては最低温度目安マイナス7度までなんですよ。で春から晩秋まで咲いてくれるっていうことで、この耐寒性のあるポーチュラカみたいなイメージかななんて思いますね。で同じように這うように成長するし、まあ、ご覧の通り、どっちがポーチュラカか分かんないよやっちゃんみたいな話になっちゃうんですよ。これポーチュラカでしょ、これサニーチャープで、葉は繊細で細かいですね。ほらポーチュラカの葉っぱはこっちの方が分かりやすいかな、あの肉厚で多肉っぽいんですよ。多肉植物みたいな雰囲気があるんですけども、面白いでしょ。明るい黄色ですねポーチュラカと比べてね。ちょっとごめんなさいしちゃいますよ。ちょっとごめんなさいして ここと比べてみようかなね。どっちがポーチュラカかなってわかんないよみたいになってしまうんですけども、はい、これ夏の暑さに無敵ですね、強いですね。で今年から僕植えてるので、まだ本来のというかね、本領がどれだけのものかなっていうことはあまりわからないんですが、ちょっとねあの木のような性質もあるので、ポーチュラカとは全然イメージが違うっていう、これは宿根草と呼んでもいいのかな。はい、なんか新たに今年の春から仲間入りしたカリロファスサニーチャープ、なんか聞いたこともない名前のお花ですけどもね、もしかしたらこれ今後すごくいいお花、使いやすくて夏に暑さの強いいいお花、冬の寒さも耐えるっていう意味でなんか新たな風を起こす可能性もあるかななんて思ってます。はい、面白いね。まあお花はみんな綺麗ということで、お花はみんな綺麗で適当大切ね、失敗は大切な経験、楽しむこと大切、いいんじゃないですか適当で はい適当でいいと思います。全然で他にもまだありますよ、正直紹介したいお花たくさんあるんですけども、熱暴走を起こしましたね今スマホがね、なのでちょっと撮影時間限りがあるというか、あのスマホ熱くなっちゃったんで無理かなっていうところと、今度はですよ逆にですよ、
春夏のお花なんだけど、実は暑さにちょっと弱いんじゃないかなとか、直射日光に意外と弱くてぐったりしちゃうんじゃないかなっていうものもあるんですよ。でこれ皆さん知らないと、なんで夏のお花なのにぐったりしちゃうのかな、うまく育たないかなって悩んでる方いると思いますので、夏のお花なんだけども暑さに意外と弱いよ特集なお花みたいなものもご紹介したいと思います。明日雨だからね。今日8月26日です。明日雨です。頑張りましょう何を頑張るかわからないんですけども、そんな感じで、とりあえずですよ、昨日の僕の動画で1000いいねしたら毎日投稿しますって言ってしまったんですけども、1000いいねいっちゃったので、毎日投稿するって言っちゃったんですけども、多分無理なんで毎日投稿っぽいことします毎日投稿ちょっと旅行の予定があるんですよ。9月のちょっと海女さんの旅行があったりするんでね、ごめんねごめんね、極力投稿するからね、待っててよろしくね。出てきたね、ついにね、個人頻度高めていくよ、よろしく。元気になって、皆さん元気じゃなかった皆さんも、みんなを僕が引き上げといてね、お花楽しいよとか言っといて、ね、更新1ヶ月半もサボるというサボリンと呼んでください。はい、ありがとうございます。終わろうと思います。運気が上がると風の噂が流れつつあるやっチャンネル、チャンネル登録、いいねボタン、いいねボタン1000が途切れた時点でマイナスじゃない、毎日更新やめます。どう、この条件ダメ、勝手、身勝手、わがまま、わがままでいいよ。終わります。終わろうと思います。それではバイバイ、ピッシュ、適当でごめんよ、適当でごめんよ、こんなだよ。チャンネル登録者さん18万人もいっちゃったから嫌だからね、困ったからね、適当にやってたら18万人いっちゃった、困っちゃったな、困っちゃったな、にゃにゃにゃんこのコーナー始まるよ。あ、君はね、あ、おはよう、いつも可愛くて、それだけの大きさなのに、お前めっちゃ可愛いな、チカチー、その可愛さを存分に発揮して、あざと可愛いね、トムってあざと可愛くていいと思います。お前あざと可愛くてモテるタイプのお前男だな、甘え、めったの力を存分に、めったのトム太郎だからね、いい、かわいいね、めったの力を存分に、めったのトム太郎だよ部長だよね、かわいいな、チカチ、この全体的な大きさが、君の体重は 6.5 キロだか何キロだか忘れたんですけども、この大きさ的にはちょうど赤ちゃんサイズなので、赤ちゃんとして可愛がっています、うちでは。ねえ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 、お手、めったのトム太郎、めったのトム、トム、お顔見ててください、ね、トム、尻尾でお返事しないでください、あの尻尾でお返事しない、肉球の向きが逆じゃない、ほんちゃん、柱汚れてよこれ、水で困ったね、肉球の向きが本当逆、あれ合ってるか、めったのトム太郎、ねえねえ、ほんたんこっち向いて、ほんたん、ほんちゃん、ほんちゃん、こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました、おしまい。本当にニャ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 。